日本は防衛費増額が決定したことによって防衛政策の転換点としたようです。その傍らで反撃能力向上のため人に意識地対艦誘導弾が射程距離延伸と能力向上が着々と進行中とのこと。今回は和製トマホークこと人に意識精密誘導弾改めについて見ていきます。自衛隊の強化を急いでいるようですが、人手不足は自衛隊であっても深刻な問題になっています。ドローンや AI などの装備も急務ですが、ターミネーターのような未来が来ると考えると恐ろしいと感じてしまいますね。2023年8月31日、防衛省は2024年度分の防衛予算の概算要求を公表しました。これによると、額は約 7.7 兆円で、2023年度分が約 6.8 兆円分だったので、大きく上昇したことがわかります。防衛力の強化期間という政策を反映したものというわけです。2023年度分から2027年度分までの5年間の防衛予算累計額は、これまでに43兆円に到達する見込みと示されていて、最終年2027年度分では、約 8.9 兆円規模にまで段階的に増加していくという試算が出ているようです。日本の防衛予算の増額のこうした道筋は、2022年12月、閣議決定された、いわゆる安全保障関連3文書の内容に沿って実行されたものです。日本の周囲の仮想敵国の軍備に対抗する必要に迫られての決断とされています。また、2022年2月、突如始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻が、日本国内にもたらした波紋も非常に大きく、抑止力としての軍拡を受け入れようという世論が増えてきたようにも感じられます。そんな状況下での2024年度の防衛予算概算要求。その使途は、北朝鮮や中国が配備を進める中、長距離兵器に対する抑止を念頭に、ミサイル防衛用多用策の拡充と、反撃能力取得に重点を置いたものになっているようです。ミサイル防衛用の多用策拡充として、イージス・アショアの代替である、イージスシステム搭載艦2隻の新造を中心に、およそ 1.3 兆円弱が計上されています。つまり、この分野が、現在の日本の防衛の喫緊課題である、明確に示しているということになるでしょう。反撃能力の取得ですが、かつては敵基地攻撃能力と呼ばれていたので、自衛隊がこういった装備品を保有することは、専守防衛の理念に反するのではないかとの批判にさらされてきましたが、今後の抑止力の用として必要との認識が強くなってきたという感も強い傾向があります。反撃能力を示すための兵装として、開発と配備強化を打ち出しているのが、日本政府がスタンドオフミサイルと呼称している兵器です。これは、仮想敵国の防空兵器の射程距離外から攻撃できる長距離打撃兵器の総称になります。そして、2024年度防衛予算の概算要求の中では、スタンドオフミサイルの一種として、従来まではなかった新地対艦、地対地精密誘導弾の開発という項目が追加されて、320億円もの予算が計上されているのです。この新地対艦、地対地精密誘導弾は、長距離が飛翔可能なスペックを持ち、地対艦、地対地攻撃用の精密な誘導性能も備えたスタンドオフミサイルとして開発されると定義されています。その上で、この誘導弾は、開発と量産化が同時並行ですでに進んでいる人に、意識地対艦誘導弾能力向上型の自発型に使用される地上装置を利用することも明らかになっているので、開発の効率化も暗示しているようにも感じますね。2024年度の防衛予算概算要求で登場した前述の新地対艦、地対地精密誘導弾ですが、昨年度防衛予算概算要求の時点では、当初防衛用の新対艦誘導弾の要素技術研究を行うとの記述が資料に記載されていたそうです。この誘導弾の要素技術研究という記述が消え、今回新地対艦、地対地精密誘導弾の開発という項目が入ったことからも、前者の研究を後者の開発として具体化し、
名称を変更したとみる解釈が大勢になっています。人に意識地対艦誘導弾はその名の通り、2012年度、平成24年度から陸上自衛隊が調達を開始した、主に対艦攻撃用途の誘導弾を装輪式車両に搭載、運用する地対艦ミサイルシステムで、三菱重工業者が生産を担当しています。オリジナルの人に意識地対艦誘導弾ですが、亜音速で飛翔する誘導弾を発射する兵器システムです。最大有効射程距離は、およそ 200km 程度と、決して長いとは言えません。現状では、南西諸島の島々に複数箇所分散して、配備するという形になっています。これに対して、近年は、敵艦艇の対艦誘導弾を、迎撃用ミサイルの射程距離が延伸してきているので、日本でも、人に、意識地対艦誘導弾の射程距離を延伸して、より遠い安全な場所から使用する方向で能力向上型開発を進めているということです。人に、意識地対艦誘導弾能力向上型は、第一段階として、有効射程距離を、まず、およそ 900km 程度まで延伸し、最終的には、およそ 1500km 程度にまで延伸することが見込まれています。要するに、飛躍的な運用範囲の拡大を期待している状況なのです。同時に、そうした射程距離の飛躍的な延伸だけでなく、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型では、土台である陸上配備の地発型以外にも、航空機に搭載する空発型、艦艇に搭載する艦発型などの発射破破機の多層化も行う予定とみられています。オリジナルの人に意識地対艦誘導弾、その改良版の能力向上型ともに対艦攻撃が主要とではありますが、GPS を使用した誘導も可能なので、限定的な対地攻撃用途にも対応しています。結果として、従来の自衛隊の兵装より、運用の幅が広がることになりました。これは、アメリカ製のトマホーク巡航ミサイルでも同様です。一方、こうした兵装は、現在の日本政府が、反撃能力と言い換えたにしろ、かつては、敵基地攻撃能力と呼ばれた攻撃的な兵器だとして、批判する勢力もあります。そうした批判がある理由としては、このような長距離打撃兵器は、間違いなく攻撃的兵器なので、自衛隊が基本理念として掲げる専守防衛の考えに反しているという思いが根底にあると推測されます。しかし、世界情勢は、残念ながら良くない方向に変化しているようです。ロシア・ウクライナ戦争の推移でも明らかなように、航空機や自爆型の無人航空機による無差別空爆をそしためするには、対症療法として、対空迎撃兵器や削減地攻撃の兵装が必須と言われるのです。日本国内の批判を考慮しているためか、今回の新地対艦、地対地精密誘導弾には、その対地攻撃能力について言及されてはいませんが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等よりも、高精度な対地攻撃能力が与えられていると想定されているのです。これは、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型等の対地攻撃時の誘導方式が、簡易な GPS を使用しているのに比べると、新地対艦、地対地精密誘導弾は、より精度の高い赤外線誘導等を実装するのではないかと考えられているようです。新地対艦、地対地精密誘導弾は、最大射程距離が、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型最終版のおよそ 1500km 程度を大きく超え、日本の中心部から中国大陸の沿岸部を攻撃範囲に収められる可能性が高いと見られています。これによって、中国沿岸部の航空基地や地上のミサイル施設を、物理的にも精度的にも直接攻撃することができるようになったので、本来的な意味で、中国の海戦意図をくじく強力な抑止力になるのではないかと期待する声も高くなったようです。ただし、新地対艦、地対地精密誘導弾に関しても、その誘導弾本体の飛翔スピードは、人に、意識地対艦誘導弾能力向上型と同様、亜音速の可能性が高いので、中国側の防空網を考えると、飽和攻撃可能な数を揃えることが必須だろうとも言っているようです。